こんにちは、死神ちゃんです。皆さんは昔のパチ屋がいろいろとヤバかったことをご存知ですか？最近パチ屋スローを始めたよって人たちは全く想像もつかないと思いますが、かなりパチ歴が長い人たちはみんな口を揃えて、昔のパチ屋はすごかった、今のパチ屋は行く気がしないというくらい、とにかく昔のパチ屋はすごかったのです。では一体昔のパチ屋は何がすごかったのか。もちろんこの業界だけでなく、あらゆるものが時代とともに変化しているわけですが、昔のパチ屋のすごさを簡単に言うと、昨今の規制やルールにがんじがらめになっていない、かなりの無法地帯っぷりだったのです。例えば今だとブチギレてるお客さんがいたりしたら、店員さんが必死になだめてペコペコしているのが普通ですが、昔のパチ屋はとにかく気に入らないなら来るなというスタンスであるため、店員とお客のブレーキングダウンがその場で勃発することも珍しくなかったのです。さらにはそんなものは序の口で、イベントはやり放題だったり、台の設定は公開し放題だったり、入場はウォーキングデッド並みにぐちゃぐちゃだったり、女性店員さんがかなりエチエチだったりと、とにかくホールがお祭り騒ぎだったのです。最近パチを始めた人からしたら、これだけですでにヤバいなって感じだと思いますが、昔のパチ屋のヤバいポイントはまだまだたくさん存在するのです。そのため今回はそんな昔のパチ屋の激ヤバポイント、この3つの項目にまとめてみたのでご紹介したいと思います。まずは1、イベントの凄さについてです。そもそも現代のパチ業界はイベントを行うことは禁止されています。そのため1であれば7のつく日、秋葉のお店だとタイアップされた台に登場するアニメキャラの誕生日の日など、直接ユーザーに対してイベントを告知できないため、あくまでも設定が入っていることを期待してホールに行くしかありません。しかし昔はイベントを告知してバンバンユーザーを煽り散らかして良い時代だったため、業界30兆円規模のパチ全盛期なんかはあらゆるホール同士が競い合っていたため、とにかくいろんなイベントをやって大盛り上がりしていたのです。もちろんとにかく設定を入れたり釘をガン開きにしたりなど、出玉感を重視したイベントはありましたが、それ以外にもバラエティに富んだものもたくさんありました。例えば有名なので言うと、設定告知のフライベントなんかがありました。このイベントでは台に設定を示唆する札が刺されており、多くのホールで使われていたのが海物語の図柄札です。サメ札であれば設定4、アンコウ札であれば設定6という風に台の設定を図柄の数字で告知してくれるのです。ただこれはあくまでも信用関係で成り立つものであり、激悪店長がやってるホールは設定6札をぶっ刺して実は設定1にしてましたとかいうクソみたいなこともありました。そのため有料店なんかは台を開けて設定確認させてくれるところもあったのです。あとは海物語の1図柄タコ札を台にぶっ刺して設定位置を打ちたい挑戦者求むなんていう煽り方をするホールがあったり、もうわけのわからんことするホールだと合計地盤で有名な話があるのですが、朝一入場すると前台に金銀銅の札が散りばめられており、昼過ぎにはゴールド、シルバー、ブロンズの札が追加、おそらく金系の札が刺さった台が熱いと誰が見ても思うことだと思いますが、その後もあらゆる札が台に追加されていき、最終的に投稿主が打っていた台にはゴールド、株主、空前絶後、エビというめちゃくちゃな札が刺さりまくり、結果はまさかの5万負けるという嘘みたいな本当の話があったのです。とまあこんな感じで、当時は面白いイベントがてんこ盛りで、他にもめちゃくちゃいかついイベントでノータッチイベントと呼ばれるものがありました。このイベントはその名の通り、パチンコであれば確変や時短、釘の調整から台の寝かせなど、パチスロであれば設定や大当たり中台のモードやストック状態まで、ありとあらゆる前日の状態を全て据え置いて翌日回転させるというまさにノータッチな激アツイベントだったのです。当時のパチスロはロング AT やストック機の天国モードなど、一度その状態に入れてしまえばマジで何枚出るかわからんみたいな台がいっぱいあったため、もし朝一からその台を打つことができればお昼までにサクッと万枚なんてことも可能だったのです。しかももちろん当時は2400枚で AT が終わったり、1万9000枚放出でコンプリート機能が発動みたいなゴミシステムは搭載されていないので、閉店迎えるまで出っ放しだった人もいたのです。ちなみに4号機時代の一撃最高で玉は初代ミリオンボットの8万枚オーバーが最高と言われています。そしてこの他にもモーニングイベントと呼ばれるアホみたいにお客さんが稼げるイベントもありました。このイベントではその名の通り、朝一から台にいろいろと恩恵がある仕掛けをされており、例えばスマスロで復刻された元祖初代北斗全盛期の時なんかは前代にチェが入賞された状態で回転されたため、いきなりゼロ回転から大当たりのチャンスだったり、他には吉宗であれば高確率スタート、ジャグラーだったらゴーゴーランプが光った状態でスタートなどなど、朝一から夢のような状態でスタートできるイベントだったのです。ただこのイベントは前日に前代従業員が自力で回して仕込まないといけないため、ホールの店員からしたら地獄のイベントでした。初代北斗とか62万台という意味わからん台数を販売しており、あらゆるホールに大量設置されていたため、2チェを引いたら次の台に移り、また2チェを引いたら次の台に移り、これを閉店後永遠に繰り返し、とんでもなく従業員の引きが悪い時は翌日の開店時間ギリギリまで回していたなんてことまであったそうです。そしてこの他にも他のお客さんと競うモーニングイベントがあり、例えば開店から一番最初にパチ
スロでビッグ5回引いた人は、なんとその場でその台の設定を設定6に変更してくれたり、パチンコだと特定の島で一番最初に大当たりを引くと突然ハンマー持った店員が現れ、その場でへそくぎをガン開きにしてくれたり、なんていうサービスイベントまであったのです。ちなみにモーニングイベントは1996年に正式に禁止となったのですが、それでも昔はさすが飲む放置タイプりを見せており、告知などは行わずひっそりとモーニングをやっちゃってるホールもありました。まあ当時はネットが普及していないため、誰かが SNS に投稿してバレるなんてことはありえない時代ですからね。ただやっぱり禁止と言われればやらないホールがほとんどで、2000年初期頃にはどこのホールもやらなくなっていきました。ただイベントの広告規制がかかったのは2011年であるため、バラエティに富んだ設定系のイベントはまだまだたくさんあり、面白いので言うと初代北斗のスタンプラリーイベントで、これは北斗の AT が単発で終わるたびに店員さんがスタンプを押してくれ、それが30個貯まると設定6を打てるチケットと引き換えてくれるといった単発でも嬉しい要素を持たせてくれるイベントがあったり、他には当時貴重な女性ユーザーを取り入れるためのレディース限定イベントもありました。このイベントではあらかじめレディース台が設定されており、パチンコであれば釘がガン開きしており、パチスロであればもちろん高設定確定といった完全女子ひいきのぶっ飛びイベントなのです。しかも当時は女性でもガチプロやってる人がいたため、レディース限定台がある日はメンヘラ彼女が浮気の現場目撃したんかいうくらい、その台をめぐって女同士が喧嘩するなんてことも日常茶飯事でした。ここまで紹介したように、とにかく当時のパチ屋はお祭り状態で、もっとお客さんに楽しんでもらおう、もっとうちのお店で打ってもらおうという情熱にあふれたホールがたくさんあり、お客の盛り上がりや熱気が半端じゃなかったため、今とは比べ物にならないくらい楽しかったのは間違いないことでしょう。続いて丸2、ルールの違いについてです。ここまで見てくださった皆さんはもうどれだけ昔のパチ屋がヤバかったかお分かりいただけたかと思いますが、当時はルールもとにかくむちゃくちゃだったのです。まずは遊戯に関するルールを見ていきましょう。現代のホールでは大移動や出玉の共有、遊戯をやめるタイミングなど大概が打ち手の自由という営業スタイルが一般的ですが、昔のパチ屋にそのようなシステムは一切ありませんでした。まず基本的に大当たりで3000から4000発出ると、その都度強制的に交換を余儀なくされる1回交換が主流でした。そのため大当たりが終了すると獲得した出玉で打つのではなく、またまた現金投資で遊戯を再開しなければならないのです。さらに当時の交換率は驚異の 2.5 玉交換であり、仮に1万発出ても2万5000円にしかなりません。ただでさえ交換率が悪いのに出玉で打つことができないとなると、こんな地獄みたいな条件で誰が勝てんねんと思ってしまいますよね。しかしこの時代はとにかくパチ屋が多く、本気で他店と競争していましたし、他店より出し抜くためには出玉で見せるしかありませんでした。そのため出る店、勝てる店というのがゴロゴロと存在していたため、平気で1000円4、50回回る店がいっぱいあったのです。今や1パチでもたまに1000円50回回るか怪しいお店もあるくらいなのに、マジでとんでもない時代ですよね。そのためお店は玉を出されても交換率ギャップで利益が出たし、さらにはその分釘をどんどん甘くできたし、おまけに出せばさらにお客さんが増えるして、お客もお店もウィンウィンな最高の好循環システムだったのです。しかもホールによってはラッキーナンバー制を導入しているお店が多く、この制度はあらかじめ指定された図柄で大当たりすると、その時に得た出玉は流さずに持ち玉遊戯してよいよというものであり、他には朝の何時から何時までの間に大当たりを引けば終日無制限で打たせてもらえるといった一時的に条件を緩和してくれる制度です。こんな風にお客に有利な制度をいろいろ考えてくれていたりして、お客から搾取することしか考えていない現代とは真逆の時代ですよね。まあ今だと確実にこんな交換率のお店とか誰も来ないし、当時のような活気あるパチ屋に戻ることは金輪際ありえないでしょうね。この他にも今でも考えられないルールの違いがあり、例えば自分で出した玉は自分でジェットカウンターに流しに行かないといけなかったり、さらにはなんと子供と一緒に来店するのも OK だったのです。厳密に言うと風営法で18歳以上じゃないと入店してはいけません。そのため全然 OK ではないのですが、別に店員も注意しなかったため、なんやかんやまあええやろ的なノリになってしまっていたのです。ちなみに某国民的アニメの父ちゃんたちも息子を連れてパチ屋に訪れており、その時父ちゃんにもらった一玉で息子が大当たりをぶち抜くというえぐいやら世界が放送されることもあったくらいでした。ではなぜ現代は子供の入店規制が厳しくなったのか。それは1990年栃木県にあるとあるパチ屋でのこと。営業時間中に幼女が客の男に連れて行かれ、その後近くの河川敷でこの幼女が遺体となって発見されるというあまりにも悲惨すぎる事件が起きてしまい、さらにこの事件の犯人は捕まらずに時効が来てしまったのです。そしてこれをきっかけに入店規制は厳しくなったのですが、今度はどうしても打ちたい親たちが子供を車内放置する事件が増えてしまい、現代のようにこの辺の規制がかなり厳しくなっていったのです。この他にも掛け持ち遊戯も黙認されていたり、店員と仲いい常連だと開店前の30分前くらいから入店させてもらえたり、まさに無法地帯という言い方がふさわしいものすごい時代でしたね。最後は丸3、店
員の違いについてです。現代のパチ屋は綺麗で清潔感があり、店員も笑顔で接客が基本ですよね。しかし昔のパチ屋にそんなものは存在しません。そもそもパチ屋でバイトする人たちは高校を中退したぶっ飛びヤンキーやちょっと訳ありで流れ込んできた人が多く、髪型もパンチパーマで見た目はほぼヤクザでした。もちろんそんな奴らが笑顔で挨拶なんてかけらもするわけがなく、基本的にお客にガン飛ばしながら接客していました。しかもひどいとこだとホールを巡回しながらタバコ吸ったり、お酒を飲みながら接客するクレイジー店員も存在していました。今はトラブルがあると店員はお客をなだめようとしますが、昔は普通に客と店員がバッチバチに喧嘩していました。とにかく昔のパチ屋の男性店員はかなりいかつかったということですね。そして女性店員も今みたいに普通に接客させてもらえるわけもなく、他のパチ屋に負けまいとバニーガールや水着などの衣装を着させて接客し、肌の露出を全面的にアピールしまくっていました。そしてこれに釣られたエロジジイたちをお店に呼び込み、お店を繁盛させていたわけですね。ただ普通に昔はそんな女性店員のケツを触ってる客とかいたみたいですが、もし今そんな奴が現れたらまた別の動画で取り上げちゃいますけどね。しかもパチ系の番組とかでも水着を着た女の子たちにハンドルをひねらせ、あれやこれやハレンチなことをやったりなど、なんかもう昔のパチ屋ってお金、女、喧嘩などの男のあらゆるものが詰まった激ヤバ施設って感じがしますよね。今回は昔のパチ屋の無法地帯っぷりをご紹介しましたが、とにかく客もホールも今とは活気が段違いで、昔と一番変わってしまったことはお客様をいかに楽しませるかではなく、お客様からいかにむしり取るかという営業スタイルになったことが現代のパチ業界衰退の最大の理由でしょうね。皆さんはこの動画を見て昔のパチ屋にどのような印象を持ちましたか？昔のパチ屋を経験した人も最近始めたよって人も、ぜひコメントで感想を聞かせてくださいね。